2023明治安田生命 J3 リーグ第16節 FC 岐阜対岩手グルージャ盛岡の一戦です。岐阜が緑色、そして岩手が白色のユニフォームで入場です。そのあたりも一つ注目していきたいと思います。まもなくキックオフです。左から右に攻めていくのがホームの岐阜、そして右から左に攻めていくのがアウェーの岩手です。こちらは川上です。ボールをキープして左サイド、スピードスターの村田、前節はゴールを決めています。エリア内入ってきた、左足のシュート、いきなりチャンスを作ったのは岐阜。さあここ上がってきた、中に味方のサポートが欲しい。サンドカ前を見て左足のシュート、これはポスト、ポスト、このシーンです。中央を選択、ここには藤岡、そして運動会、左足のシュート、悔しそうな表情もあります。頭で戻す、さあここは縦が通った、そして運動会、運動会チャンスになる、一旦戻って藤岡シュート、ワンタッチ続けてボールを回していく。さあ中に切り込んでくる、右足のシュートは枠の右。まもなく後半キックオフです。さあ後半スタートしました。右穴にゆっくりと入った、さあ切り込んでくるシュート、これはキーパー茂木の正面でした。中に切り込んでくる、そして宇賀神からワンタッチ、運動か、左足、回は181センチ、高いボール上げてきた、ファーサイド、ボール上げて空中戦、中に入れてくる、そして左足のシュート、いいところでチャンスを演出します。ここは空中戦になりました。そしてボールが収まったところ、多くの選手が上がってきました。ここは丹野が収めます。ここで長い笛、試合終了。